も高いです。この本のデータからいく、高学歴ニートがなぜ増えたのかについて話していきますけど、1915年当時、中等教育の進学率は男子は 11%、女子が 5%、 高等教育の進学率は男子が 2%、 女子が 0.1% に過ぎなかった。これは近年では男女に関わらず、中等教育、高校進学率は 95% 超え、高等教育、大学短大の進学率も 50% 以上に達している。クラスの半分に1人っていうのは大学へ行くってことです。この当時ですら、1950年ですよ、これで。だけど現代は、この本でも前言ったんですけど、さらに上、60% か 70% かもしれない、それは推測でしかない。だけど多くの生徒が大学へ強引に行かされているという現状は。その話についてはこちらの方にリンク貼っておくので、そちらを見てください。チャンネル登録お願いします。この辺りには